ラディッツめ、死におった。面白いことを言ってたな。ドラゴンボールとか、どんな願いでも叶うらしいぞ。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。なるほど、そりゃいいぜ。こちらトランクスだ。怪我はないか？ナレジ君とシャオンさんとはすでに連絡がついている。みんなそれぞれが離れた場所に飛ばされてしまったんだ。だが手分けして起動キーを探すことを考えたら手間が省けたとも言える。何事も前向きに考えよう。君の担当はエリア A と B だ。まずはエリア A の起動キーを探してくれ。この時のほころびの中にももしかしたらとんでもない敵が潜んでいるかもしれない。十分に注意をして行動するんだ。もしもし、こちらシャオン。ナレジと合流したよ。了解だ、そちらも気をつけて。シャオンさん、ズボン返して。うるさい、このズボンのせいで私は。とにかく気をつけてくれ。
その調子でエリア B も頼む。どうした？サイバイマン？馬小戦だ！急いで逃げるだ、国王様。うん、サイバイマンが地球人をやったみたいだな。どれ、俺様も挨拶してやるか。おい、あまり派手にやりすぎるな。多少は地球人を残しておかないとドラゴンボールの情報も手に入らんぞ。すまねえ。大丈夫だか？こっちの人は国王様だ、知ってるべ？まあそれほど人前に姿を見せるわけではないからな。たまに国に危機が迫った時に緊急放送をするくらいで。元気出すだ国王様。こちらトランクスだ。目覚めたばかりですまない。そこの二人に事情を話して行動を開始してくれ。にわかには信じがたいが、この状況がそもそも信じがたい。君の言う通りにしよう。だな、あんたについていくべ。いや、無事でよかった。大きな爆発が聞こえて心配してたんだ。君が一緒にいるその猫というか犬というか味のある顔の方なんだけど、近代史に写真があったよ。国民思いの名君として語られている。国王として即位してからたびたび大きな危機に見舞われて随分苦労もしたみたいだけどね。いいかい、今このほころびには昔地球にやってきたサイヤ人がいる。なんだって、もしかして二人組か。よくわかったね。小柄なのと大柄な二人だ。遠目にチラッと見えただけだが知ってるのかい？あ、いや、すまない、続けてくれ。で終わりだ。サイヤ人というのは生まれながらの戦闘能力で多くの星を滅ぼしていたらしいんだ。行くよ。まだ俺の恐ろしさが分かってない。このことを何とも思っていなかったとか。生きたら生きては帰れないだろう。でも気をつけて。話が長い。行くよ。頼む、絶対に無事に帰ってきてくれ。お願いだ。
何をもたもたしてやがるんだ。おいベジータ、寄りすぎじゃ。バカか、あっちには誰もいない。スカウターを確認しろ。こうやって地球人どもをあぶり出すんだ。もういい、俺がやる。貴様は突っ込んでいろ。こっちは2つ目の起動キーを設置できたよ。よし、起動キーはあと1つだ。この調子で頼むぞ。くれぐれもサイヤ人に見つからないように行動してくれ。こんな時に悟空さんがいてくれりゃ。ほう、君の恋人かね。んだ、とんでもなく杖だぞ。私もあのピッコロ大魔王と勇敢に戦った少年を思い出すよ。こんな時山吹色の道着のあの少年がいてくれたらと。それ悟空さだべ。え、
起動キーを設置できたよ。よし、起動キーはあと一つだ。この調子で頼むぞ。くれぐれもサイヤ人に見つからないように行動してくれ。こんな時に悟空さんがいてくれりゃ。おお、君の恋人かね。んだ、とんでもなく強いだぞ。私もあのピッコロ大魔王と勇敢に戦った少年を思い出すよ。こんな時山吹色の道着のあの少年がいてくれたらと。それ悟空さだべ。え？
球人ども。それに、なんだあの機械は。奴ら何をしてやがる。これまでこそこそしてた連中がここへ来て姿を現したってことは、もしかしたらとんでもない兵器なのか。万に一つがあったら面倒だ。気は進まんが。弾けて混ざれ。まずいぞ、急いでそこから離れろ。なんなのあれ。あれはサイヤ人の大猿形態だよ。すごい、想像以上の迫力だ。ああなったサイヤ人は元の10倍くらい強くなるらしいよ。感動してる場合じゃないでしょう。国王より支援攻撃を要請する。聞いてないよ。聞くわけないよ。ねえ、どうするの。脱出用タイムマシンを送る。呼び出しビーコンへ向かってくれ。危ない役をやらせてしまって、ラッキーのタイムマシンが届くまでなんとか逃げ回って。脱出用タイムマシンを転送した。合流して脱出してくれ。だが一緒に行けなくて残念だったな。お方も残らんように握りつぶしてやる。ああ、はよう逃げるがに。あんた誰？誰でもいいでしょうよ。その人は大丈夫だ。いるとは思わなかったけど。ひどい目にあった。今回もなんとかなったね。一体ここは変わったとこだな。おかえり。みんな無事でよかった。国王様、父さん、ヤジロウベイさん、俺から事情を説明するのでついてきてください。たちのこと知ってるのけ。ええ、こんな形で残念ですが、会えて嬉しいですよ。さ、こちらへ。名刺くらい出るんだろうな。もちろん、いくらでも。無事にみんなを連れ帰ってくれてありがとう。はあ、本